ねえねえ、マリサ。どうした?霊夢。小学生の頃、円周率って習ったじゃない?ああ、習ったな。それで、円周率を100桁まで覚えようと思ったんだけど、5桁が限界だったのよ。記憶力なさすぎだろ。マリサは、どのくらい覚えているの?私は、覚えようとして覚えたことはないが、だいたい30桁くらいまでなら覚えているぞ。30桁?数学は好きだからな、勝手に覚えてしまったんだと思うぞ。円周率に法則性でもあれば、私も100桁くらい覚えられると思うんだけどな。円周率に法則があるかどうかは、数多くの数学者が研究している分野でもあるぜ。え、じゃあ円周率の法則性は見つかっているの?なら今日は、円周率とその法則について解説していこうか。文系の私にもわかりやすくお願いするわ。まずは、円周率の定義について解説していくぞ。円周率ってよく聞くけど、一体どんなものなの?円周率を一言で言うと、円の直径に対する円周の長さの比率、のことだ。ちょっとよくわからないわ。分数で表すと、直径分の円周だな。一つの円に対して、円周は直径の何倍の長さなのか?を考えたのが、円周率、ということだぜ。そして、その値はどんな直径を持つ円でも同じで、約 3.14 になるんだ。ふむふむ。通常、円周率は π というギリシャ文字で表すぞ。この π を用いることで、円の直径から円周の長さ、円の面積を求めることができるんだ。さらに、球の直径がわかれば、その表面積や体積を求めることも可能だぜ。円周率 π は、丸いものの計算をするときに重要になってくる数なのね。丸いものの計算どころか、数学において最も重要だと言っても過言じゃないぜ。ここからは、そんな円周率 π の特徴的な性質を2つ見ていこう。1つ目は、無理数性、だ。π は、無理数、であることがわかっているぞ。無理数って何だったっけ?無理数とは、小数点以下に規則性のない順番で数字が無限に並ぶ数のことだ。これだけだとわかりづらいから、無理数の対義語である、有理数、について解説していくぞ。有理数とは、分数に表したとき、分子と分母を整数で表すことができる数のことを言うんだ。5分の1や、3分の4みたいな数のこと?そうだぜ、他にも例を出すと、2などの整数や、マイナス2分の1なんかも有理数に分類されるぞ。そして、有理数をさらに具体化していくと、整数、有限小数、循環小数に分けることができるんだ。整数はわかるんだけど、残りの有限小数と循環小数っていうのは何かしら?有限小数は、さっきの例で言うと5分の1だな。5分の1は、1割る5と同じ意味だが、これは 0.2 という小数に書き直すことができるだろ ?0.2 は、小数点以下が無限に続くわけではないから、5分の1は有限小数という分類に入るんだ。次は循環小数だが、3分の4が当てはまるな。4÷3 を計算してみると、1.333 となる。小数点以下がずっと3になって、無限に続いているわね。この数は、小数点以下に3がずっと並んでいるから、規則性があるんだ。このような数のことを、循環小数というぞ。有理数については、よくわかったわ。そして、無理数とは、これら以外の数のことを言う。例えば、ルート2なんかは、1.4142、1356だ。小数点以下の、.4142、1356の部分は、3分の4の時みたいに 1.333 と小数点以下が循環したり、0.25 のように有限だったりしないから、ルート2は、無理数、の分類に入るぞ。確かに、小数の部分は不規則ね。他には、ルート5なんかは、2.2360、679 だ。ルート5の小数点以下も、循環したり、有限だったりしないから、無理数だとわかる。そして、有理数と無理数を図に表すと、このようになるぞ。無理数は、有理数以外の数、という定義なのね。そうだぜ。そして π も、3.1415、9265、3589、79 となり、小数点以下が無限に続き、かつ法則性が見つかっていないから、無理数なんだ。じゃあもしも、法則性が見つかったら、π は有理数、ってことになるの?π が無理数であることは、18世紀ドイツの数学者、ヨハン・ハインリッヒ・ランベルトによって、やや厳密性を欠く証明がなされ、さらにその30年後、フランスの数学者、アドリアン・マリル・ジャンドルによって、厳密な証明がなされたんだ。だから、π が無理数であるというのは間違いないぞ。そうなのね。この無理数性が π にあったことで、コンピューターでの計算や暗証など、人々の興味の対象になっていったんだ。その証拠に、円周率のコンピューターでの計算は、今もなお世界中の数学者たちが挑戦しているぞ。円周率の暗証の方も、冒頭の霊夢のように、どのくらい覚えているか、のような会話をよく耳にするよな。私も、もっと覚えられるように頑張りたいわ。二つ目の π の性質は、超越数であること、だぜ。超越数?数をも超越した何か、っていうこと?超越数も数であることに変わりはないぞ。超越数という概念は、高校数学でも習うことがないから少し難しいが、できるだけわかりやすく解説しよう。まず、超越数の定義だが、どのような整数係数多項式に対しても、=0にならない数のことだ。何を言ってるのかちっともわからなかったわよ。順を追って説明していくぞ。まず、これらの方程式を考えてみてほしい。数学の授業とかでも、よく見る方程式ね。式の、各項を見てみると、係数が整数になっているだろ？各項の係数は、1や3だから、確かに整数ね。これらのような式のことを、整数係数多項式、と言うんだ。逆に、各項の係数が無理数であるルート2だったり、π などであった場合は整数係数多項式ではないぞ。ルート 2x の2乗足す πx 足す1という感じにな。係数が、整数じゃなきゃいけないのね。そして、この整数係数多項式をイコール0の形にし、x について解いたその解のことを、代数的数、と言うんだ。代数的数？聞いたこともない言葉ね。ここで、これらの方程式を解いてみようか。例の一つ目の式を x について解くと、x イコール3分の1になる。だから、3分の1は代数的数だぜ。3x-1 という式は、3も1も整数だから、整数係数多項式だものね。次は、二つ目の式を x について解くと、解の公式から、x イコール2分のマイナス3プラスマイナスルート5になるんだ。この、2分のマイナス3プラスマイナスルート5も、代数的数だぜ。こんな、わけのわからない数も代数的数なのね。ルート5のような無理数が入っても、代数的数になる、ということだな。三つ目の式は、x について解くと、x イコールプラスマイナス 3i だ。この i って何なの？ i というのは、数学では、虚数、を表す記号だぜ。詳しいことは割愛するが、この i は、2乗するとマイナス1になるという、特殊な数だ。そんな特殊な数でも、代数的数になるの？ああ、整数係数多項式イコール0の解になっているから、代数的数だぜ。この、代数的数、が、超越数、の対義語なんだ。例みたいに、方程式の解にすることができる数のことを、代数的数、と言って、逆にできない数のことを、超越数、という、ってこと？その通りだぜ。つまり、さっきの方程式の解になった、有理数やルート5などの無理数、虚数 i までもが、超越数ではない、ということだ。超越数の例を出すと、これから説明していくπや、ネイピア数 e などだぜ。ネイピア数については、過去動画にもよく出演してくれているから、興味があったら参照してみてくれ。例を出せる数がπや e しかないから、超越数ってかなりレアな部類なのかしら？そう思ってしまう気持ちはわかるが、実を言うと、超越数の方が代数的数よりも多いんだ。そうなの？ああ、19世紀の数学者カントールが、ほとんどの実数や複素数は超越数である、ということを証明したため、超越数の方が圧倒的に多いことがわかったんだ。感覚だけで言ったら、代数的数の方が多いように感じたけど、現実では真逆だったのね。レイムは、例を出せる数がπや e しかないと言ったが、π たす e のπ乗や、i の i 乗、πe のπ乗など、超越数だと証明されている数は結構あるぞ。まあ、証明はかなり難しいから、未だに超越数かどうかもわかっていない数がたくさんあるがな。例えば、π のπ乗なんかがそうだぜ。数は多いけど、示すことは難しいのね。他にも、π たす e が超越数かどうかは、未解決問題として知られているぜ。πe のπ乗は証明されているのに、なんだか不思議な話ね。とまあ、円周率 π の性質についての解説は、このくらいでいいだろう。次から、今回のテーマである円周率の法則を考えるために、まずは円周率のランダム性について見ていくぜ。2022年10月の時点で、π は小数点以下100兆桁まで計算されているんだ。100兆、それってものすごい数じゃない？ああ、1秒に1文字書いてたら、317万年かかるぞ。私、生きてるかしら？いや、無理だろ。ちなみに、必要なノートの数は2億3000万冊くらいだな。そんなに書いてたら腕がちぎれるわよ。話を戻すぞ。100兆桁までを計算した過程で、出てくる数字がほぼランダムである。ということが分かったんだ。これは、5兆桁までで、出てくる数字の分布を表したものだが、ほとんど同じくらいだぜ。8が一番多くて、6が一番少ないのね。それでも、その違いは誤差 0.0005% 程度に収まるから、出現頻度は全て同じくらいだと分析できるぜ。ただし、完全にランダムかどうかは分かっていない。それも、証明するのは難しそうね。これを踏まえて、そんな円周率に出てくる数の、法則性について考えていこうか。円周率の小数点以下の数字はほぼランダムに出現するのよね？法則なんて、ないんじゃないの？そこについて解説する前に、そもそも、法則がわかる、とはどういうことか、を考えてみよう。法則がわかる、ということの一つの考え方として、どんな桁の数でも、表すことができる式が見つかる、ということが言えるんだ。どういうこと？例えば、奇数、を表す式を考えると、2n-1 というものがあるよな。この式の、n に1を当てはめると、答えは1になる。これはつまり、自然数で、一つ目の奇数は1である、ということを表しているんだ。なるほど、じゃあ23個目の奇数は、n イコール23を代入して、45だってことね。奇数に関しては、桁の数がわかる、というわけではないが、イメージとしては、こんな感じだな。これが、法則がわかる、ということだ。それを円周率の桁で考えると、どういうことになるの？円周率の桁では、n 桁の数字を表す式が存在していればいいんだ。例えば N を使った式があったとして、そこに100という数字を代入したら、100桁目の数字がわかる、というような、魔法の数式だな。円周率には、そんな公式があるの？残念ながら、私たちが普段使っている数字の数え方では、存在しないぞ。あら、そうなのね。やっぱり円周率はさっき言ってたようにほぼランダムだから、そんな公式作れそうにないものね。しかし、16進法の世界では、N 桁の数がわかる公式が存在するんだぜ。16進法って？16進法を解説する前に、普段私たちがよく使っている、10進法について解説しよう。レイム、0から9までの数を数えてみてくれ。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。その次の数は、何になる？そんなの、10に決まってるじゃない。その通りだぜ。私たちは、0から9までの、10種類の数字をたくさん組み合わせて、様々なことに活用しているんだ。10種類の数字を用いた数の数え方のことを、10進法、と言うんだぜ。なるほど、私たちが普段目にしている数字は、10進法で表された数字なのね。そして、16進法では、16個の文字を用いて、数が表されるんだ。10進法よりも6個増えるということね。で、0から9以外の数字なんて、私知らないわよ。だから16進法では、0から9までの数字の他に、A から F のアルファベットを用いるんだ。10進法での10が、16進法では A になるぞ。10進法での15が、16進法では F になるところまではわかるんだけど、16進法での16は、一体どうやって表すの？ 16 進法での16は、10と表すぞ。頭がこんがらがってきたわ。10進法での16が、16進法では10なの？そういうことになるぜ。まあ普通に生きてて16進法を見る機会は少ないから、今は理解できなくてもいいぞ。話を戻すと、16進法を使うことで、円周率のある桁の数字を、直接求める公式ができたんだぜ。それが、この公式だ。何これ、長くはないけど難しそう。この公式は、BDP 公式と呼ばれていて、この N に知りたい円周率の桁数を代入すると、16進法での N 桁目の数を教えてくれるんだ。出てくる答えが16進法ってことは、この表記も16進法で書かれているのよね。やっぱり頭が追いつかないわ。この BBP 公式の最大の利点は、やはり知りたい数の直前までの計算を必要としないことだな。例えば円周率の小数点以下501桁目の数が知りたい、と思ったら、普通なら500桁まで地道に計算しなくてはならないが、この公式があればその必要がなく、いきなり501桁目の数を知れるんだ。でも、16進法にしないと公式が現れないなんて、少しがっかりな気もするわね。そこは、仕方ないかもしれないな。しかし、16進法でこのような公式が見つかったことを考えると、もしかしたらこの先の未来で、10進法での公式が見つかるかもしれないぜ。そうか、16進法がその希望になっているのね。また10進法について、BDP 公式のような小数点以下の直接求めるような式は見つかっていないが、10進法の世界でも、π そのものを規則的な形で表す表現方法なら存在しているぜ。え、どういうこと？そんなことできたら法則があるようなものじゃない。まあ、ある意味ではそう言えるかもしれないな。その表現方法とは、連分数、だ。連分数？何それ？連分数とは、分母にさらに分数が含まれているような分数のことを言うんだ。例えば、このような分数だな。分数の中に、分数があって、さらに分数があるのね。ああ、そしてこの表記のように、π のような無理数を表す場合には無限に続いていくんだ。この連分数表記が、円周率 π とどんな関係にあるの？なんと π は、様々な連分数で表すことができるんだぜ。いくつか例を挙げるぞ。まずはこのような連分数だ。最初の整数が3で、その後は6が続いているわね。そして、中の分数の分子は、奇数の2乗になっているぞ。この奇数の2乗は、画面に記した9の2乗以降も、永遠に続いていくぜ。さらに、最初に3を足している、ということから、連分数表記のこの部分が、円周率の小数点以下を表している、と見ることもできるな。確かに、小数点以下の不規則な数の並びと違って、連分数の中の数字は、奇数の2乗が規則的に出ているわね。次は、このような連分数だぜ。今度は、最初の分子が4で、それ以降の分子は自然数の2乗が続いているわ。そして、分母に足していく整数は最初が1で、次が3、その次が5と、奇数になっているのね。この連分数が、どうして π になるのかは私にもわからないが、すごく興味深いことは、よくわかるよな。そうね、どうして π になるのか、気になっちゃうわ。3つ目の連分数は、これだ。この連分数は、最初の分子である4と、最初に分母に足す1以外に法則が見られるぞ。分母に足す数は最初の1以外すべて2で、分子は最初以外奇数の2乗になっているわ。さっき紹介してもらった2つを、重ね合わせた感じの連分数ね。この連分数も、π という超越数を法則化している、なんとも不思議な式だということができるぜ。小数点以下は法則に従わずに並んでいたのに、連分数ではたくさんの方法で法則化できるなんて、π は本当に不思議ね。最後は、円周率に関しての不思議な等式を紹介しよう。それが、このような式だ。π イコールの形じゃなくて、6分の π の2乗の形になっているのね。この等式を発見したのは、霊夢もよく知っている人物だぜ。え？誰？マリサ？いや、私ではない。そもそも私はそこまで数学の才能があるわけじゃないぞ。この等式を発見したのは、レオンハルト・オイラーだ。オイラーさんね、何度も聞いた名前だからよく覚えているわ。この等式は、過去動画でも解説しているが、今回は円周率の話ということで、もう一度紹介していくぞ。この式は、数学において重要である、円周率、と、数学において、未だに謎が多い、素数、という二つの概念が、イコールで繋がっているんだ。素数とは、1とその数以外で割り切れない数のことだが、未だにその法則性が見つかっていない。とても不思議な数なんだ。円周率の小数点以下にも、法則性が見つかっていないのよね。その円周率と素数が等式で繋がっているなんて、すごいことなんじゃないの？ああ、そうだぜ。これは、zeta関数という関数を用いて計算されたものなんだが、法則性が未知なものと、同じく法則性が未知なものが、一つの式に集約されていることが、とても魅力的で、面白いんだぜ。円周率は、こんなところでも魅力を発揮しているのね。というわけで今回は、円周率とその法則について、その性質から紹介してきたぜ。円周率の小数点以下は、法則性がないように見えるのに、実は法則があったなんて、とても面白い話だったわ。小学校で習う円周率だが、数学の深くまで入り込んでみると、新たな発見がありそうだよな。今回の話は理解できたか？心配は無用よ。πだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。円周率に興味が出てきた人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。